皆さんこんにちは、Kです。今日はね、いつもアウトドア料理の時に愛用しているこちらのナイフ、これをね、そろそろ研いであげようかなって思ってたんですけど、いつもはね、このぐらいのサイズの裏表の粗さが違う砥石を使ってね、こちらで紹介している動画のようにいつも必死に研いでたんですけど、まあそれはそれで楽しいんですけどね。でも今日はいいアイテムをゲットしたので、そちらを紹介していこうと思います。通販番組でバターナイフなどが切れると話題になっているこちらのシャープナー、果たしてその性能やいかに。バイエルンエッジというわけで、こちらのバイエルンエッジを使って今日はね、100均で3本の包丁を買ってきました。といっても1本包丁じゃないですけどね。ちなみに100均で包丁って買ったことないから、元がどれぐらい切れるかわかんないですけど、こちらのフルーツナイフもね、果たしてどんな切れ味になるのか、早速やっていきましょう。はい、ということでこちらの3種類の野菜を用意しました。ピーマンと玉ねぎはまだ切りやすいと思うけど、問題は人参かな。この硬い人参がどれだけ楽に切れるか楽しみだね。じゃあまずは普通に切ってみましょうか。こちらが100均のステンレスの包丁ね。さあ、100均の包丁どんな感じかな。この包丁は両刃タイプだね。刃も割としっかりしてて硬いね。じゃあまずこれで試し切りしていこう。じゃあピーマン切っていこうね。切れ味が悪かったらおそらくくちゃってなるからね。うん、多少引っかかりはあるけど十分切れるね。100均クオリティ。じゃあこちらも100均で買ってきたフルーツナイフ、ちゃんとカバーまでついてるんだね。このナイフも両刃タイプだね。じゃあ早速切ってみよう。あー、これはちょっと切りづらいかな。まあもともとフルーツ用だからね。うん、なるほど。じゃあ最後はこちらの定規。まあこれはね、想像の通りだけど、結果は分かってるけど、ちょっとやってみましょう。まあ切れるわけないよね。はい。はい、じゃあ続いて玉ねぎいってみよう。まずはこちらの包丁から。うん、半分に切るのがちょっと重たい感じかな。ちょっと途中詰まっちゃう感じがあるよね。じゃあ次はフルーツナイフ。うん、切れるっちゃ切れるけど、こちらもちょっと引っかかりがあるかな。じゃあ最後定規。定規はもういいか。じゃあ今度は人参切ってみますね。人参は硬いからどうでしょうかね。うん、切れるけどやはり引っかかりがあるかな。じゃあフルーツナイフでもいってみよう。あ、これは無理があるね。うん、なるほど、 OK です。とまあこんな感じで野菜切ってみたんですけど、まあ100均の割には切れるのかなっていう印象は受けましたね。ただやっぱり硬い野菜になればなるほど刃の入りがスーッといかなくなるっていうかね。切りやすい野菜とかでもやっぱ細かい作業とかするときに刃が引っかかってなかなかスッスッスッといけない感じがありますよね。じゃあ早速こちらのバイエルンエッジを使ってみましょう。バイエルンエッジはこういうスタンドタイプだから置き場所にも困らなくていいですよね。研ぐときも本当に簡単。ここの間に包丁を入れて、
数回引くだけ。多分これで溶けてるはず。じゃあこのフルーツナイフもやっていきましょう。これでいいでしょう。さあさあさあ、問題はこちらの定規。なんか通販番組とかだとね、プラスチックプレートも研いだら切れちゃうようになったりとか、あとバターを塗るバターナイフ、あれも研いだら切れちゃうみたいな、そういうのが売りらしいので、それは本当なのかどうか。じゃあ早速定規も研いでいきましょう。さすがに定規は分かんないから、しっかり多めにやってきます。はい、じゃあちょっと多めにやってみました。気持ち刃がついたような気もしますね。本当切れるのかな。よし、じゃあ早速切ってみよう。この包丁はピーマンはさっき切れたよね。一度刃が入ってしまったら、うん、スーッと、うんうんうん、ピーマンは普通に大丈夫そう。入るね。じゃあこちらのフルーツナイフ、これはどうかな。さっきはちょっと入りづらかったよね。あー、これはちょっと切りづらいかな。これギコギコはしません。おー、なるほどね。確かに入りやすくなったかも。うん。じゃあ最後気になる定規。厳しいところではあるかな。切れるようにはなったけどね、研ぎ方が悪かったのか、この分厚さが悪かったのか、ちょっと定規は残念かもね。でも定規がこんだけ切れるだけ十分でしょ。はい、じゃあ次玉ねぎ。さっきよりは入り良くなったね。うん、切れるね。じゃあ次フルーツナイフ。あー、切れる切れる、いいんじゃないですか。じゃあ最後定規ね。これはちょっと無謀かな。でもこのぐらいは切れるよ。こんな感じ。じゃあ最後は問題の人参。まずはこちらの包丁から。さっきは切れたけど通りが悪かったよね。あ、全然違う。じゃあ続いてフルーツナイフね。こちらはさっき刃が立たなかったよね。あ、これは無理があるね。うん、これはもう普通に切れるだけでも成功と言えると思う。行きましょう。切れるようにはなったね。
かなり切れるようになったんじゃないですかね。はい、じゃあ無理と分かっていてもやりますよ、定規。あ、でもギリギリいけるかな。でも切れてるよね、これ。定規がここまでできたよ。すごいね。まあこんな感じでね、今回こちらのシャープなバイエルンエッジを使ってみましたけど、ちゃんと切れるような包丁にね、変わったんじゃないでしょうか。100均のこちらの包丁がね、思ったよりも最初から切れ味が良かったので、そこにちょっとびっくりしましたけど、こちらの包丁もさらに切れるようになって、このフルーツナイフでもね、硬い野菜全然切れるようになりましたし、全く切れなかった定規もね、一応なんとか野菜を切れるような状態にまで持っていくことができたので、バイエルンエッジ素晴らしいんじゃないでしょうか。じゃあ今回試し切りに使った野菜たちはね、こんな感じで全部みじん切りにしましたので、せっかくなんでね、パラパラチャーハンでも作っていきましょう。はい、それじゃあパラパラチャーハン作っていきましょうか。じゃあまずご飯準備して、こういったザルにね移していきます。前もね、チャーハンの動画でちょっと紹介したと思うんですけど、家庭用のコンロでチャーハンがパラパラになりにくい原因の一つが、やっぱりお米のでんぷん質。これがやっぱり残ると、炒めてもネバッとして、べちゃべちゃなチャーハンになっちゃうんですよね。なのでこのご飯を水で洗います。こうやってご飯洗うのなかなかやる人いないけどね、本当に驚くほどパラパラになるから、ぜひやってみて。あとこの水分もべちゃべちゃになりやすい原因の一つだから、水分もしっかり切っておく。じゃあ今こんな感じね、フライパンセッツファイヤー。じゃあこの間に卵、フライパンが温まったらごま油を入れて、香りが出るんでね、そしたら卵を流し入れる。そして先ほどのご飯を投入。じゃあ素早く混ぜていこう。なるべく最初はね、火から離さないようにしっかり加熱してあげて、混ぜるときもね、箸で切ってあげるように混ぜてやるとパラパラになりやすいんでね。じゃあしっかり卵をコーティングして、水分を飛ばしながら、箸の感覚的にね、いい感じになってきたら、ここからは振っても大丈夫。じゃあある程度パラパラになりましたら、先ほどの野菜たちをね、入れていこう。そしたら味付けは塩コショウと軽く本だし、最後に醤油。隠し味にお酒入れても美味しいよ。じゃああとは調味料の水分とお酒のアルコール分を飛ばして、再度パラパラにしていこう。はい、じゃあこんな感じでパラパラになりましたら完成です。こちらを盛り付けて食べていこう。じゃあね、完成しました。いただきます。いや、美味しそう。いい色だ。これ、パラパラ、うまそう。いただきます。
うんま。試し切りで切った野菜いっぱいあったからね。そのままぶち込んでやったからめちゃくちゃ甘い。野菜の甘さが際立つ野菜チャーハン、こりゃうめえわ。うん、うめえ。うん、もう最高。はい、ということでごちそうさまでした。今日はね、こちらのバイエルンエッジを使ってね、包丁研いでみましたけど、もうね、簡単に切れ味アップするからね、これめちゃくちゃいいね。包丁以外のものは通販とかでやってるよりは思ったほどいかなかったかなーっていう感じはあるけど、まあでも定規で野菜を切れるっていうだけすごいかなーっていう気はしますけどね。切った野菜で作ったチャーハンも美味しかったし、今日は満足かな。皆さんもよかったらね、通販とかネットとかで売ってると思うので、バイエルンエッジよかったら買ってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったなって思った方は、高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、よろしくお願いします。それでは皆さん良い一日を。バイバイ。